ジャンキー XL はオランダ人ミュージシャンのトム・ホーケンバーグによるソロプロジェクトである。1990年代のビッグビートムーブメントを担った当事者の一人であり、ロックとダンスのクロスオーバー分野におけるパイオニアの一翼である。1994年、インダストリアル系ロックバンドのメンバーとしてオランダ国内でデビュー。しかしすぐに、 バンド活動を離れ音楽プロデューサー業に転身し、映画音楽、ゲーム音楽、テレビ CM 制作などに携わっている。ミュージシャンとしてのソロワーク開始は1998年にアメリカ・カリフォルニア州に拠点を移して、以後のことである。2002年に手掛けたエルビス・プレスリーの、ア・リトルレス・カンバセーションのリミックスが全世界でヒットし、以降、コールドプレイヤー、 ブロックパーティーといったロックバンドやジャスティン・ティンバーレイクなどのヒップホップ関係からブリトニー・スピアーズにアブリル・ラビーンといったアイドル歌手まで幅広いアーティストのリミックスを数多く手掛ける世界的人気リミキサーとしても活躍している日本でもメロディー浜崎あゆみらの楽曲をリミックスしたことで知られるサードアルバムラジオ JXL アブロードキャストフロムザ・コンピューター ヘルキャビンでは、デイブ・バーン、ロバート・スミス、チャック・ディー、ソロモン・バークら早々たるメンツとのコラボも観光し、話題となった。数多くのリミックス依頼や各種サントラの制作などを行う一方、コンスタンスにアルバムをリリースしつつ、ライブ活動にも精力的で、ロックフェスティバルへの参加も多い。スタジオ作業、ライブ活動ともに非常に、フットワークの軽い人物である。 2011年発売のゲームセインツローザサードにアングリーエレファンツが使用されている。ありがとうございます。